ガボン国内の交通図、道路は桃色。ガボンの国道は一部を除き、ガボン国内のほぼ全域を網羅しているが、その約9割は未舗装である。また、国道に指定された主要な道路は、N、または RN、フランス語、ルートナスやなる国道、の頭文字をつけて、N1、RN1 等と呼ばれる。ガボン国内の主要な道路は、海岸部及び、 東部の一部を除き、国内の主だった定住地をつないでいるが、激しい。降雨の後の保守及び維持は困難な状況である。2002年現在、国内の道路網は8454キロメートルに及びうち838キロメートルは舗装されており、またそのうち 30km は高速道路である。国の南北をつなぐ主要な交通経路として。 ビタムから、ドンデに至る経路が挙げられる。この陸上経路は、北のカメルーン国境から、南のコンゴ共和国まで続いている。また東西をつなぐ経路として、リーブルビルとメカンボトをつなぐ経路及びさらに南のマユンバとラストゥールビルトを結ぶ経路が挙げられる。1995年現在、国内には、約2万3千台の自動車と約1万台の、 商用車とが使用されている。ありがとうございます。